起動、起動、起動。クロスシステム、起動を確認。多次元観測、開始。エラー、エラー、エラー。次元間摩擦を検知。警告、位相崩壊確率 30% 増加。プランベータへ移行。観測範囲を縮小、および触媒サンプルを再選。得意点、固定。ファントムフィールド、形成開始。フィールド形成率 95%。一サンプル、召喚。ああ、どこだここは。これは転移、いや、まさか自召喚症か。召喚成功、シーケンス014クリア。ああ、シーケンス015へ移行。バイタルチェック開始。うわあ、だ、ちょっと待て、いきなりなんだてめえ。警告、対象右腕部、スキャニング不可。警告無視、シーケンス016から021までスキップ。さっきから一人でブツブツうるせえんだよ。ちったこっちの話を聞きやがれ。受理、シーケンス021から026までスキップ。俺をここへ連れてきたのはてめえか。肯定する、サンプルを召喚したのは陶器である。あっさり自白しやがって。で、ここはどこだ。カグツ市か、イカルガか。否定する。ああ、じゃあここはどこだってんだ。異世界。は？サンプルの使用言語に置換するのであれば、当該空間は異世界という表現が最も近似である。異世界って、じゃあここは俺がもともといた世界とは別の世界だってのか。肯定する。んだよそれ、ふざけてんじゃねえぞ。下手すりゃ自召喚症よりも厄介じゃねえか。シーケンス026終了、シーケンス027へ移行。ちょっと待て、話はまだ終わってねえぞ。対象の脅威判定を更新。ダミーオブジェクト生成。な、こいつは俺。接触実験開始。ち、やろうってか。上等だ。何が何だかさっぱりわかんねえが。Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! これが見えると、やろ！おお、これが見える。手加減はしねえ。消して。ダメなんだよ。落ちろ。くっ。おお。くっ。フィニッシュ。シーケンス027クリア。続いて。警告、サンプルの強制検出。限界まであと30。あ？なにブツクサ抜かしてやがんだ。とっとと俺を。もうやめてったら、マコト。あれ、ラグナさん。お前、オエル、なんでお前がここに。ケース008発生、接触実験パターン X へ移行。まだ続くってか。接触実験
再会。ラグナさん、この状況は一体。話は後だ。とりあえずあいつらぶちのめす。戦うんですか？私も援護します。たく、好きにしやがれ。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! Counter! ここから手を振る。そう、アン、これで締めます。見えた。や、行きましょう。グッドサイズ。当たって。カウンター。始めます。手を振る。そう、アン、これで締めます。えい、オプティックバレル。やっ、いい加減に。ラッキー。グッドサイズ。テック、くたばれ。ケイス。んだよ。あめだよ。カウンター。無駄だ。な、うわっ。んだよ。カウンター。てめえ、私が行きます。えい、捕らえました。こんなダメ、こんなダメ、こんなダメ。まだです。いい加減ない。手を振る。フィニッシュ。パターン X クリア。移送中は完了。サンプルの固着化を確認。クロスシステム第1フェーズ終了。続いて第2フェーズを開始。え、これで終わりじゃないんですか？懲りねえ野郎だ。まだ何かやろうってのかよ。あっ、うわ、なんだ、停電か。レディース&ジェントルメン、ついでに古今東西つつうらうら神羅万象有象無象の皆々様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第37回キーストーン争奪タッグバトル大会を開催いたします。いや、開催してんじゃねえ。